鉄道一人旅、よろしい。今日はね、鉄道一人旅祭りということで。違うよ。鉄道一人旅祭りなんですよ、今日は。鉄道一人旅祭りです。一人旅、元気はつらつですか。ね、ということで、いろいろ ね、たくさんお集まりいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございます。いやー、ね、本当にね、先ほどご紹介いただきましたけども、はい、ちょっとね、はい、恥ずかしいというか、まあ、鉄道ビッグ4というね、まあ、自分でビッグっていうのもあるんですけども、本当に、あるんですよ。言われることないですか？なんですか？なんか、たまにですよ。たまに、はい、なんか、電車とか乗ってるじゃないですか。はいはいはい、と、あれ、ビッグ4？ ビッグ4じゃないただただですよ、はいはい。鉄道っていうのがないと、何のビッグフォーかわかんないんですよ。確かに。さんまさんとか、タモリさんって。それビッグ3じゃないですか。それビッグ3なんですけど、はいはいはい、やっぱり鉄道っていうのがつけば、まあ、なんとなくあるんですけど、そうですね。ビッグフォーいろいろ言ってくださって、ね、あと、ね、南田さんは、はい、マネージャーさんをやっておりまして、マネージャーもやってますよね。ホリプロはね、ホリプロでね、仕事は、マネージャーさんなんですが、はい、マネージャーの仕事やってます？やってますよ。やってますか？やってますよ。テレビしか出てないでしょ。いやいやいや、ちゃんとあのラジオが出てます。ほとんど一緒ですよ。契約でしょそれ。マネージャーさんなんですよね。ちゃんとやってます。局回りやってますよ。ちゃんと局回り。そうですよ、ね。各局の、はい、鉄道好きプロデューサーのとこしか行かないです。ピンポイントで。ピンポイントで。そうですね。僕も、あのまあダーリンハニーっていう、まあ、コンビを組んでまして、ダーリンハニーの吉川ですっていつも、まあ、言ってるんですけど、はいはい、そのコンビ名がなかなか浸透してなくてですね。あ、そうですか。ダージリンティーのまあで、まあ、いいんですよ。僕はもうダーリンハニーっていうコンビなんですけど、あ、そうですよ、はいね、はいはいはい、あとグリーングリーンの下ですよね。グリーングリーンダーリンダーリンのとかで、あ、まあ、それはあ、もうありがたいですけど、でもやっぱり大体言われるのが、はい、ざっくり、はい、すいません、鉄道の人ですよね言ってくださるんですよ。はいはいはい、この前、僕とある駅で、はい、鉄道を待ってたら、はい、駅員さんに、はい、すいません、鉄道の人ですよね鉄道の人はあなたじゃないかと言ったんです。帽子かぶって、はいはい、完全に鉄道会社の方なんですよ、はいはいはい、鉄道会社の方に、はい、鉄道の人ですよね、ありがたいなと思って、そうだね、ほとんどもう鉄道の